父親も見つめていました。谷川さん、いやこれね、2万5000人のこのね格闘技王国オランダの中でやるって、はい、これはね15歳にとっては本当に大変なことですよ。もう大人でも上がりますから ね、本人もこの若い頃にいろんな経験を積むことが将来の王者につながる、そんな風に考えてますよ。僕もある意味本当にね、あの勝利よりもこういう経験が大切だと思いますね。ジャッジ正人に憧れる15歳、ヒロヤ。さあ夢の舞台がまた一つ扉を開けました。日本ヒロヤ15歳、この3月に中学を卒業したばかりです。現在タイ修行中、オランダ世界の扉を開けました。谷川さん、タイでのこの2ヶ月の成果を出したいと話してます。そうですね、おー、今いいコンビネーションですね、からのコンビネーション。のりかさん、はい、何かこうすがすがしいというか楽しみですね。本当ですね、やっぱ10代の若きアスリートたちはスポーツ界にね今どんどん生まれてますけれども、系の世界にも来ましたね。やっぱりゴルフのね石川遼選手も意識してるなんて言ってましたよ。あ、そうですか。同じ15歳です。そのヒロヤ、画面の向こう側、赤いグローブ、すごいですよね。相手パンチ力あると思うんですよ、はい、かなりのパンチの自信があります、こちら18歳です、オランダのロイタン、ね。これがオランダの対角線のコンビネーションですね。その基本はしっかりできてます。右の左、これはスリップです。体力がありますからね、やっぱり。左のロック、これはすぐ送ります。ロイタン、名門目白ジムのファイターです。左の追いかけていく、これは左のから素早いものがあります。早いですね、2人ともね、動きが60kg 系や。一方のロイタンの方はアンディ・サワーに憧れているということで、これね、アンディ・サワー、マサトの未来の戦いを今見てるような感じもあります。ローキックからミドル、そして左一本の入り、キック顔面を捉えたところで第1ラウンド終了です。最後はキックパウチをまとめていきました。2分間の第1ラウンド、谷川さん、今の第1ラウンド2分間を振り返ってどうですか。いやいや落ち着いてますね、やはりこれ将来性豊かですよね。このコンビネーションは相手は18歳、まさに日本オランダフレッシュ対決。やっぱりね、あの同じ身長体重なんですけど、18歳と15歳で体のパワーが全然違うんですよね。そうですよ ね、しかもオランダの選手は金太なんで、これなんか危なかったですよね、体の厚みというかがっしりとした18歳です。向こう側ロイさん、しかしローキック、最後のあのミドルから入り、このあたりも鋭いものがありました。2分間、2万5000人の観衆がこの若きファイターたちを見つめています。第2ラウンドに入りました。ヒロヤ、日本 K1 の未来です。15歳、序盤はまず相手の攻撃をかわしていきます。しっかり勝負ですね、気が強いですよね。ロイさんも出てきます。パンチが来たらちゃんとパンチを使えますからね、ヒロヤ選手。このヒロヤ選手、取材の時にはね、東原さん、はい、本当になんかちょっと戸惑ってるような表情もしてましたよね。そうですね、普段に来てると本当にね少年にしか見えないんですけども、だってまだ3月に中学を卒業したばっかりです。もう私その頃何してんのだろうな、本当に初めて分かるんですけども、すごいね、リーグに上がると楽しいですね、やっぱり。中学卒業してね、タイ行って高校のタイに行きながら、ムエタイのジムで寝泊まりして、はい、将来の K-1 のチャンピオンを目指してるんですよね。西山真紀さん、平成4年生まれですって。その頃何してました。何してましたかね、ついこの間ですよね、でもね。そうですね、だから K-1 のちょうど歴史ぐらいですよね。そうなんですよね、K-1 が始まったのが本当にこう
2歳とかね、1歳ですね、1歳になる、2歳になる前ですよね。おー、ローキックいいですね。右の前に出ていく、もう一度ロー、右のローキック。日本の15歳、組合の K-1 を背負っていくであろうこの15歳です。こういう意味だけど、若い15歳の子がこうやって舞台に立つと、みんなやっぱりあの海外の選手も目標になりますよね。そうなんですね。相手に渡って2ヶ月、あ、お父さんももう何か心配そうな目です。そうですね。右のローキック、プレッシャーをかけていく、今度は左、あのローキックが効いているというのがよく分かってますね、ですからそこをまた狙っていってるんですね、はい、そこを落ち着いてますよね。プレッシャーをかけます。前を詰めて右のロー、もう一度右、これは効いた。思わずロイタンが膝から落ちそうになりました。ダイオダンも炎のあたりは真っ赤に腫れ上がっています。いいですね。さんね、はい、ヒロヤの目を見てると15歳とは思えないね、本当に鋭い眼差しを時々するじゃないですか。そうですね、本当にあの体修行の時でも養われたと思うんですけど、本当に、ま、元気とか根性とかあるんでしょうね。やっぱりあの日本人が忘れ去っているこのハングリー精神というものをこの2ヶ月でね植え込まれてるみたいですよ。タイのジムのリングの上2階で寝泊まりしています。学校もタイ語と英語とその中で単身渡ったタイの修行、そこからオランダのこの舞台を手に入れました。15歳のヒロヤ、超満員のアムステルダムアリーナです。この経験一つ一つが K-1 の未来につながります。 K-1 スペシャルファイト特別ルール、60キログラム級契約、2分の3ラウンド、最後の3ラウンド2分間に入りました。日本の15歳ヒロヤ、いや落ち着いてますし、すごい、これ15歳のテクニックも思えないですね。あのマサト選手がね、本当に舌を巻いてましたね。そうですね、大人みたいなコンビネーションですね。マサト選手のところのジムはですね、自分で一人で行ったんですね。突然訪ねて、僕のちょっとスパーリングを見てくださいって言って、マサト選手がすごい驚いてですね、で私の方に電話かかってきたんですけども、マサト選手がいるぞ、ヒロヤの右です。確かに驚きましたね、今時の15歳がこんなコンビネーションを使う、ね、テクニックがあるんだっていう。またその突然ね、はい、シルバーウルフを訪れていくその度胸の良さ、はい、これが K-1 の扉を開きました。右のストレート、左のノック開始、一旦ブレイクです。今の体の回転なんかムエタイの練習の成果ですね。というのはどういうの、首相撲のように体を反転させたんですけど、はい、あ、もちろん首相撲は K-1 にはありませんが、はい、右のストレート、重いテクニックを振っていきます。うまいこと体をかわしますよ。飛び込んでいった右の膝、そして右のミドル、嫌な顔になりました。ロータン、ロータン効いている、右のハイ、下がるだけ、右のロータン、ロータンの表情が変わりましたね。いや、嫌がってますね、去年の足元なんでね。残り30秒、あと30秒間、ヒロヤのこの夢の舞台、左のジャブ2つ、中学校卒業し、タイに渡った15歳このヒロヤ、ぜひこの名前と顔を覚えてください。前5000人の中でね、バックスピンキック、この中で混じってさらにプレッシャーをかけていきます。必ず将来 K-1 の舞台に立ちます。世界と戦う15歳ヒロヤの3ラウンドが終わりました。試合前にヒロヤは KO で勝ちたいと話していましたが、その気持ちは伝わってきました ね。 そうですね、前へ前へと出続けました。2分間かける3ラウンド、やっぱ6分間の戦いです。すごいですね、ヒロヤ選手ね、すごい、大したもんですね。才能豊かな15歳、果たしてどこまで進化していくんでしょう。非常に将来が楽しみなヒロヤの戦い、さあこれから判定です。Judge Kevin scores the bout 30-27 for the red corner. Judge Onadi 30-27 for the red corner. And Mr. Tomotake 30-27 for the red corner.